あそれでは試合の方参りたいと思います。いきましょう、波動ファイター。さあ両チームともシュートは一人ずつ、ね、そうですね、いますね。フルサイドの方はちょっとチャージ高めの人、多いので球数が多いですかね、少しね。ここでしっかりあの壊していくと有利になるので、はい、早めに壊していきたいところですね。さあ先制点決めてきたのはフルサイド波動山形チーム D、はい、1点取ってまいりました。さあ0対1と、さあ結構ね点差はなかなか動かないですね、うん、ただメインも追いつきますのでここからしっかり、ね、はい、点取っていきたいですね。さあ残り後半入っておりますけれども現在1対2の1点差、はい、リードしているのはブルーサイド波動山形チーム D、うん、ここでメイが取って2対2の同点並びました。さあ残り時間まもなく20秒に差し掛かろうとしているところ、同点差1点決めるのはどちらだ。ここで1点決めると大きいですけれども、はい、大きいですね。先に取るのはどちらだ、なかなか決まらない。さあ残り10秒、さあ切ってる切ってる、さあどちらが取る、このままオーバータイムに行くか、取れるか、取ったのはブルーサイド終了。2対3でこの勝負はブルーサイド波動山形チーム D の勝利です。おめでとうございます。おめでとうございます。最後ドローに行くかなと。